今回は、被弾は暁の中でも最弱って言われてるけどさ、について読者の反応集をご紹介します。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは本編どうぞ。初見じゃがい、カカシクラスですら負けるし最弱はない、能力知られなければ最強レベル。アスマチューサー。いや、現実封印がある世界で肉体的不死身とか何の意味もないから、アスマがそういう絡めて一切持ってない雑魚なだけで。厄介なのは相手にダメージ移す方や、ネタ知らなければ害ですら負けると思う。言うほど害が負けるか？ガーラに貫通されそう。害と被弾じゃ体術レベル違いすぎて普通に瞬殺されると思う。鹿丸はなんで倒せたんやっけ？生き埋めにした、平和になったみたいな終わり方やけど今も被弾は埋まってる。え、かわいそう。腐ったら死ぬらしいからさすがに死んどるやろ。ただ戦争編時点では生きとるな。まあサソリ当たりやろ最弱。こいつのチャクラの核ってデメリットすぎるやろ。自分区別にするのはわかるけど戦闘で使うなよ。サソリはむしろ上から数えた方が早いぞ。明確な弱点むき出しにしてるやつが強いわけないやん。そんなもん関係なく解毒剤なかったら毒ですぐやられるやろ。終盤のキャラに毒なんか効くわけねえだろ。アシュラに取り憑かれてるゴキブリ並みの生命力のキュービの人中力に桜の毒が効いたから、ゾンビ以外には効くんやないか。格図はシンプルに弱い。普通に絶。キサメとかいうキラーディ圧倒したバケモン、負けたガイも相性最悪やったしな。言うてあれサブちゃん巻き込まないフィールドで美獣化して地形ごとぶっ放してたら余裕やったろ。大光弾って美獣玉と同じレベルあるやろ。ひ、強すぎる。キサメが一番強い、大光弾撃てばスサノーですら貫通やろあれチャクラクーンやから。被弾はまず血を流させないといかんからな。被弾はサークルの上でしか能力使えない雑魚やぞ。初見だと最弱がむしろこの雑魚なんだよな。9、なぜ？アンサー、暁一ノロマだからカッコ公式描写。サソリ、攻撃かすっただけで毒で動けなくなります。被弾、攻撃当てて血を舐めて自分の血で描いたエンジンの中で自傷します。格図以外はボルトの敵倒せるんやないか。むしろナルトサスケでも歯が立たないクソガキモブの改造人間に壊滅させられるやろ。大筒木じゃなくても、キラーディーも大筒木にやられてるし暁じゃ無理や。毒とか C4 とか邪神とか6000億枚の起爆札使えるやつなら勝てるんやないか。ボルトの戦ってる敵はもはやそんな雑魚どもに同行できる次元じゃねえんだってばさ。しかも怠慢特化だから強い口寄せ出せる奴には無力っていうね。パッパのヒルゼンなら被弾とか4個まで倒してたやろ。サソリは砂鉄の後半に技かすっただけで終わりなのやばい。いくら初見でも棒ブンブンするだけの奴にカカシが負けるか？陣の中に入られても害なら相手が自傷とか反応できる速度より早く陣ぶっ壊して終わりやろ。最弱は絶だけど被弾も首切られた時点で格図いなきゃ積んでただろ。サメ肌が裏切る展開いる？外相手でも融合状態で戦って欲しかったわ。陣のところドトンで割られたら終わりってマジ？なんならあの世界じゃドトンとか使わなくても地面割れるやつたくさんおるからな。桜が地面殴るだけで無効化やで。格図は螺旋手裏剣みたいな効果力技でまとめて残機死ぬのが微妙すぎる。てか暁ってどんだけこの葉の忍びに殺されんねん。偏りすぎやろ。この被弾。暁最弱でも別によくね。単体でも余裕で里から見たら脅威なんやし。サメ肌が裏切らなければキサメが最強格という事実。サソリは明らかにここを狙ってくださいって見せびらかしながら戦ってたら案の定狙われて終わったのが草生えた。最初のまともな戦いで動画貯めたのチヨバー戦ってかわいそうやわ。チヨバーが強すぎませんかね。そもそもチヨバーも桜の解毒なかったら死んでるしな。絶って戦ったことあったっけ？ほぼないけど同化してる黒絶がオビトのリンネガン強奪してマダラの心臓も一突きして瞬殺したからそれだけでダブル役満や。キサメとかいうガチで強いやつ。サソリが桜なんかに負けたあたりから暁って出るたびに負けて減っていく集団になったよな。先般サソリやろ。最弱は長戸だろガリガリで虫の息やん。サソリの毒を解毒できる奴は綱手と桜だけなのに、そのうちの一人と身内のばあちゃんと同時に戦わないといけないという風。サソリは解毒剤メタの桜チヨバーじゃなきゃかすった時点で終わりやで。カンクロをボコボコにした時はかなりワクワクしたわ。チヨバー戦もええし、本人区別だけしょぼい。被弾普通に首飛ばされたし格図抜きならその時点で負けてたやん。そもそも暗殺用の術なんかね。アスマに首切られるって普通に雑魚だよな。アスマとかガチで少年時代のコノハマルより弱いやろ。ボルトのコノハマルすら弱いからそれはない。そもそもサルトビ一族自体が器用貧乏のコネ一族。ドイツも螺旋手裏剣食らったらワンパンやから大してさないやろ。多分被弾の模様って雨でも消えるよね。なんなら吸い飛んで消せるぞ。被弾は普通に体術も弱いから雑魚って言われてるのに初見殺しもクソもないやろ。被弾ごときが害から血奪えるか？
釜振り回してるだけやん。むしろガイとはめちゃくちゃ相性よくね。八門遁甲でボコボコにされるけど、その後ガイが動けなくなったら血奪えばええやん。不死身だって知られてなければ勝てるやろ。不死身なだけで全身バラバラの肉塊になってそうなんだけど大丈夫なんですかね。アスマに首切られるくらいだし八門開く必要ないやん。六門くらいでも疲労すごくなかったっけ。弱い二石サメ相手でもそこまでは開いてたやん。無理やろ、体術でマダラが認めるレベル相手に勝てるわけがない。殴り勝つんじゃなくて死んだと思わせての不意打ちやん。血を手に入れさえすればどんな奴でも絶対殺せるのかな。被弾は美獣特攻なんじゃない。サソリってあれで美獣に勝てるのか。ナルトの声優の人は被弾が一番好きって言ってた気がする。長戸とイタチ、お互い全盛期でガチったらどっちが強いんや。イタチやろ、江戸天であの感じなんだから、どのみちスサノオに瞬殺されるだけや。イタチやろな、長戸じゃスサノオ攻略する手段がないわ。デイダラとかいう空飛びながら爆撃してるだけで国ボロボロにできるやつ、飛行機とかない世界で一人爆撃機できるのイカれてるやろ。デイダラは初手から微粒子爆弾使えばサスケもやられてたしな。港に勝てるかどうかで判断したら暁のメンバーって大したことないよな。てか港が強すぎる。ナルトサスケの主人公以外だったら初代の次に強いやろ。港強いしな、雷影様の最速パンチより早いで。デイダライタチペインあたりは可能性あるな。あまり言われないけど暁を完全初見のタイマンで倒したのってサスケだけなんだよな。なおゼニガメ使って人影相手にしてただけの模様。ガチでサスケ殺しそうになったらオビトが止めるだろうし、サスケの練習相手だと思って放置してた節あるよな。被弾は死なないだけで神耐久なのがね。こんなに理由なく不死身なキャラ見たことなかったから衝撃やったわ。カクズ、俺は初代ホカゲから逃げ切った。わい、逃げたこと自慢にしてるのだっさ。柱魔登場。わい、逃げ切れたのか。逃がしたんやろ。土下座して許してもらった定期。むしろ江戸天を疑われてるはずなのによく味方に殺されなかったな。殺されかけたから滝がくれ裏切ったぞ。初代ホカゲから逃げ切ることができた強者定期。ジオバーは区物の手持ちなしでその辺の死体操るだけで江戸天聖解除まで暴れ回る化け物だからな。こいつに手の内バレプラス下毒薬持たれて躊躇しなければ勝てたサソリは普通に強い。デイダラが俺より強い言うのも出任せじゃないやろ。サソリって過小評価されてるけど、あの世界ちゃんと毒が効くしからくり知り尽くしてる上に下毒の知識もある。サソリメタのチヨバーがいてやっとこさ倒したレベルならかなり強いやろ。長戸とイタチなら長戸が強いやろ。天道の能力に対処しようあるか。自爆転生されたら終わるからな。イタチだけじゃあれは崩せない。コナンって過小評価されてるな。あいつほとんどの忍びはダメージすら与えられんやろ。カトンも効かないんだっけ。コナンはあの時点ではラスボス補正あったオビトをあそこまで追い詰めてるから普通に強キャラ。コナン、はぁはぁ、やっと起爆札1000枚作った。あと5999億9999万9000枚。扉間、起爆札無限増殖召喚したろ。あれも口寄せやから作ったやつ保管しなきゃ無理やろ。神の能力で大量製造できそうだけどな。被弾わざわざ封印しなくても体を粉々にしてジュースにして川に捨てたら終わりやろ。各図の援護前提で個人としては弱い。不死身だけど再生能力ありませんって地味にヤバいよな。あいつ一人だったら体バラバラにされて実験動物にされて終わりやん。被弾って地さえあれば能力発揮できるんやし、前線に出す必要なくね。相手の血を他のメンバーが回収するだけで倒せるのに。被弾よりもデイダラの方が弱いだろ。各図に腕くっつけてもらった弱敗もんが。砦飛んで適当に爆飛ん投げるだけで勝手に瓦礫の下敷きになるやろ。五条起爆札の出所、一仲間たちで作り置きしておいた。二江戸転生した奴隷に作らせた。三関係ない店の所有物等を勝手に召喚、どれなんや。起爆札の里から召喚やぞ。岸影、被弾は普通に餓死します。落とし穴に落ちた後死にました。は？信仰心が足りなかったんやな。被弾と対マンしてギリギリ被弾に勝てる忍びって誰や？騎馬、ネジ、転結で動けないから儀式もクソもない。暁って最後まで全員の核保ってたのがすごいよな。幻影旅団とかバカにされまくってるから暁がすごい優秀に見える。暁って一応一人で国取れるレベルだっけ？国って言ってもど田舎県潰せる程度やで。被弾はちゃんと忍者として運用するならずっと里に引きこもってて、別の忍者が血取ったやつ呪い殺せばええから強いやろ。弱いくせに前線に出てるからカスやけど。医師でも派遣して検査して持ってきてもらったりとかもできるからな。まあこれよな、シナリオあるからご都合主義なだけでまともに使えるなら被弾は完全犯罪し放題や。卑劣様が被弾の能力持ったらそう使うだろうな。卑劣ってやっぱりクソだわ。太夫や、笛の音で操っていることに気づくとは、大したやつだ。被弾、このマークの中にいないと意味がないことに気づくとは、大したやつだ。
必要なしかまるあげは何だったんや。あれのせいでむしろバカだと思われたやんけ。自分より頭のいいキャラは描けないみたいなの言われてるけど、ナルトはまさにこれよな。卑劣様とかいう奇跡。騎士影様って倫理のタガを外すと覚醒するんよな。将棋が強いと頭いいという風潮。格図って江戸天復活後の扱いもクソ適当だよな。心臓なかったら性質変化も大して使えないし、なんか火も使うくらいしかない。連合軍の心臓奪いまくってたけど、点々に一コマで殺されたぞ。被弾に卑劣様レベルの思考回路があれば最強になってたやろ。というより卑劣と組めばオロチマルとかイザナギ持ち以外多分全員殺せる。格図ってどんな攻撃してたっけ。残機だけの雑魚のイメージやわ。相手に有効打になりうる五属性の威力高い技ぶっぱ。文面だとめっちゃ強そう。なんか触手生やしてたとしか覚えてねえけど。格図って決定限界は盗めんのか。通常の属性しか使わんのが雑魚感を際立たせとるよな。性質変化をそのまま奪うらしいから、奪った相手が限界持ちなら使えたんじゃないかな。そういう奴らは希少だったり強すぎたりしたんだろうけど。お前ら格図おじいちゃんに優しくしろよ。柱間暗殺失敗した責任取らされて里追放された被害者やぞ。あの柱間に喧嘩売って生きて帰還するだけすげえわ格図さん。皆さんは、被弾は暁の中でも最弱って言われてるけどさ、についてどう思いましたか。皆さんの感想コメントもお待ちしています。チャンネル登録もよろしくお願いします。